全てを知ってて、ただ役目を果たそうとしてるあいつに、俺は何をしてやればいい？どなた？俺だ、入るぞ。話があるんだ、大事な話。ん？何？改まって話なんて。悪い、ティリア。俺、聞いちまった。惑星再生計画を実行したら、お前の寿命はあと数年しか持たなくなるって。そう。本当なのか？あんな話。本当。それは最初から決まっていたこと。ココナの歌魔法が成功して、この塔に十分な動力が集まったら、私は塔を完成させる。もう後戻りはできなくなるわ。なんでそんなことを平気な顔して言うんだよ。いいのかそれで。怖くないのか。うん、怖くなかった前までは。今は少し怖いかも。生きることが楽しく思えてきちゃったから。だったら、黒金所長は私の憧れの人、特別で大好きな人だった。あの人は私が塔になることを望んでいた。思えばあの人の目に私は物としてしか映っていなかったのね。それが当たり前。あの人は科学者、私はレイバテイルだもの。でもそれが私の中の小さな穴のようなものだった。だから受け入れていたの、自分の運命。黒金所長に与えられた私の使命を。他にしたいこともなかったから。でも今はもっといろんなことをしてみたい、もっといろんなところを見てみたいって望んでる。それはあなたと出会ったから。だから今はほんの少し行きたいって思ってる、アウトと一緒に。俺も同じだよ。なあティリア、お前の命を削ることなく惑星を再生できる方法はないのか？本当に他に手はないのか？この塔では無理。それができなかったから今こうなっているんだもの。でもその方法があるとしたら、外の世界。外の世界？ココナやクルシェたちの世界のように、文明は様々に発展し、それぞれ進んでいるところもあれば遅れているところもある。だから行こう、ティリア。俺たちで見つけよう。きっとみんなも分かってくれる。俺たちが戻るのを待っててくれるさ。それはできない。私は塔そのものだから、この塔からは離れられない。そんな。分かった、俺が行ってくる。アオト、ティリア、一年だけ待ってくれ。俺がその方法を探してくる。絶対お前が助ける方法を見つけて帰るから。だから頼む、待っててくれ。お前と一緒に生きていきたいんだ、アオト。どう？僕とサーシャ作の飛空艇は急ごしらえにしては自信作だよ。ああ、上出来だよ。ありがとな、サシャ。シどういたしましてです。気をつけて行ってきてくださいね、アオトさん。道中のメンテナンスは僕がしっかりやるから安心して。ジャックも遊び相手くらいにはなるよ。おい、もう少しくらいは役に立つわ。でもサンキュー。
人で行くよりずっと心強いぜ。いいってことだ。この塔で出会ったのも何かの縁だしな。頑張ってくださいね、アオトさん。サキ、旅の無事をお祈りしています。ああ、サンキュー、サキ。留守中のことは心配いらないよ。アルシエルのこともティリアのこともココナたちに任せて。絶対ティリアを助ける方法見つけてきてよね。ティリアは私たちにとっては命の恩人なんだから。わかってるって、任せとけ。そういえば塔のティリアの姿が見えないな。どうしたんだあいつ。君とのお別れが寂しいんじゃない。バカだな。何も根性の別れってわけじゃねえってのに。わかってないな。女の子は誰だってただ待ってるのは辛いものだよねえ、サーシャ。なんだ。なんでもないよ。ほら、もう行くよ。おう。行ってらっしゃい、アオトさん。気をつけてね。あ、すぐ帰ってくるから期待して待ってな。私の手を取り
ちゃいましたね。一年なんてあっという間だよ。うん、きっとすぐに帰ってくるよ。それにしてもティリアはどこをうろついているんだろう。ったく、ティリアのやつ、いくら寂しいっつってもだ、見送りもしねえなんてちょっと冷てえよな。ん、なんだ。揚げパン。え、お腹空いた。お前、何やってんだよ。青ととお別れしたくなかった。でもお前、塔にいないとダメだって。うん、ダメだったんだけど、ちょっと細工してもらっちゃった。さ、この飛空艇を第三塔の中継アンテナに改造したんだ。サーシャとの共同開発。要するに遠く離れてても塔にいるのと同じでいられるってこった。どこまでも行けるってわけじゃないけどね。今回の予定範囲内なら問題なし。驚いた？驚いたっていうか、そこまでやるか。だってこれでずっとアウトと一緒にいられるもの。ティリア、早く見つけて早く帰ろう。帰ったら青との幼妻になるんだから。